やばい、なんかポケモンの世界入っちゃったんだけど、どうやって抜けよう、これ。待って待って、あそこになんか人いるな。ちょっと人に聞こう。すいません、なんか知りませんか、この世界について。なんか始まってない？橋本環奈じゃん。橋本環奈の攻撃、舌で舐める。いや、なんか最高なんですけど、なんかこれご褒美なんですけどね。うん、橋本環奈の睨みつける。いや、だから可愛いって。うん、攻撃になってる、それ。橋本環奈の怖い顔。あ、怒って環奈、許さない環奈の、自己紹介のやつね。怒って許さないだけだ。うん、橋本環奈の甘える。最高なんですけど。吐き気を催して、橋本環奈が今吐き気催して、なんか俺勝たなかった。結局何も分からなかったな。あ、待って待って、またあそこに人気づいちゃったな、なんか知らない間に。フジモンじゃん。フジモンの空元気。その芸能界いろいろあったからね。しかし謹慎は解けないって。それは解けないよ、空元気じゃ。フジモンの体当たり、今なんか車に当たんなかった？車に当たってなんか自滅しなかった？早く芸能界帰ってきてよ。またなんかあそこに人いない？ちょっと話しかけるしかないね、これね。今度誰だ、これ。誰、これ。いや、今度はシミケンかよ、おい。シミケンの糸を吐く。なんか量多くない？ほんで。なんで糸を吐くでダメージ食らってんの？ねえ。シミケンの切り裂く。うわ、これ大ダメージじゃない？やばいやばい。大丈夫か、これ。あ、シミケン深爪だからノーダメージだ。シミケンの穴を掘る。いや、どっち？どっちの？いや、そっちだ、やっぱ。やっぱそっちの穴を掘るだ。おい、ついにやったな、おい。やめてくれよ、おい。水分不足。水分不足で勝った。そんなことある？結局何も分かんなかったな。ちょっとまた人いるわ。ちょっと聞こう。すいません。気づくの早くない？ほんで。霜降り明星の粗品だ。粗品の噛みつく攻撃。スカイピースが一番おもんない。なんか YouTuber に噛みついてない？これ。ねえ。ほんで食らいすぎだ、ダメージ。やっと俺のターン来た、これ。攻撃しよう。もちろん戦います。お小水、しょんべん、おしっこ、排尿、全部しょんべんじゃねえか、おい。なあ、いいよ、もうお小水で。いや、これは恥ずかしいよ。ねえ、恥ずかしいからやめて。なんか大ダメージっぽいぞ、これ。倒しちゃったよ。お小水で倒しちゃうよ。とりあえず、レポート書こう。